やっぱり君か。 あの3人を倒すのは結構大変だと思ったけど。 でもレンは信じていたわ。 ヘステルとヨシアがレンのところに来てくれるってね。 レン。 それでも君は戦うつもりなんだね。 どうしようかしら。 せっかく約束していたのにお城で会った時には殺し損ねちゃったし。エステルの態度次第では見逃してあげてもいいわよ。私の態度。 簡単なことよ。 この間レンに言ったことを取り消すだけでいいわ。え、前にレンが決戦にいるのが間違ってるって言ってたわよね。あの言葉を取り消すだけでレンはこの場を引いてあげるわ。どう、悪い取引じゃないでしょ。レンちゃん。 レン、そんな取引は間違っている。たとえ望んだ言葉を引き出せても本心が違っていたら何の意味も。ヨシア、いいの？ここは私に任せてくれないかな。エステル。 言ってちょうだい。レンが結社にいることは間違ってなんかいないんだって。レン、甘ったれるのもいい加減にしなさいよね。世界はレンを中心に回っているわけじゃないわ。レンのために都合よく変わってくれるものでもない。 たとえレンがものすごく大きな力を持っていたとしても、あの大きなパテルマテルが助けてくれたとしても、それでも人の心までは自由にはできない。レンに結社にいてほしくないのは確かに私のエゴかもしれない。だから無理強いするつもりはないけど、でも できればレン自身に気づいてほしいと思う。いつでもヨシアみたいに後戻りができるんだって。エステル、どう？せっかくチャンスをあげたのに棒に振っちゃうんだ。救いようのない大バカね。 みんなごめん。ひょっとしたら避けられた戦いだったかもしれないけど。謝る必要はないよ。君は僕が言いたいことをあの子に全て伝えてくれた。私もお姉ちゃんの言う通りだと思う。レンちゃんがこのままなんてそんなの嫌だから。 気合い入れた方が良さそうですね。みんな。
いらないわ。本当の本当に気に入らない。パテル・マテル、リミッターを解除しなさい。出力全開でエッセルたちを殲滅するわよ。
Thank you.
負けられないんだ。どうして？どうしてエステルたちなんかにパテルマテルが負けるの？ゴルディアス級の人形兵器は。まだ制御系が不安定らしいからね。関節部分に負荷がかかって作動不能になったのかもしれない。そんな。パテルマテル！ねえ、早く立ち上がって！早くエステルたちを皆殺しにしちゃってよ！も大事だけど、後回しにすることにするわ。今はあんたの方が大事だからね。何よ！エステルなんて変なこと何も知らないくせに！
決まってるじゃない、私がレンのこと好きだからよ。だからこそ私はレンにやっておかなきゃならないことがある。悪いけど軽く行かせてもらうわよ。悪いことをしたらぶたれるのは当たり前よ。じゃないと他の人の痛みが感じられなくなっちゃうからね。私も小さい頃は父さんに散々原稿をもらったんだから。エステル、同じなんだ。痛がってるのに全然やめてくれなかった。でも蓮にひどいことした。あの人たちと同じ。同じかどうかは蓮が自分で考えてみて。どう？本当にそう思う？わからない。だったらこれならどう？私は何も言わない。レンが自分の心で感じるままに判断しなさい。頭がぼやぼやして、なんだかよくわからないけど、こんな風に抱きしめられるのは嫌いじゃない。ブースターのみで視線制御して。レン、頭がこんがらがっちゃったから一人でゆっくり考えてみる。エステルたちはこのまま屋上まで登っていけばいい。デーベが待ってるはずよ。あ、そうか、教えてくれてありがとう。大丈夫なの、ヨシは。レイベってば本気で当選もするみたいだけど。うん、分かってる。でも僕の方ももう覚悟はできているから、だから心配はいらないよ。行くわね。レンちゃん！レン、待って！じゃあね、エステル。それにティータ。レンはもう行くけど、死んだりしたら許さないんだから！いろいろなことが起こりすぎて、あの子も混乱してるだけだと思う。すぐには無理だと思うけど、いずれ自分で答えを出せるはずだ。そっか。また会えるといいな。
持ちを切り替えなくちゃ。端末を停止させて先に進みましょう。うん、そうだね。あ、そっか、屋上でレーベが待っているって言ってたわね。執行者ナンバー2、検定レオンハルト。執行者たちの中でも一二を争う戦闘力の持ち主だ。万全の準備をして屋上に向かおう。了解。負けられないんだ。
ートを先に進もう。
Thank you.